ジョン・サーマン・ジョン・サーマンは、イングランド・タビストック出身のジャズ・サクソフォン、クラリネット奏者。主にバリトン、ソプラノ・サクソフォン、バス・クラリネット、シンセサイザーをプレイする。ジョン・コルトレーンの影響が受けているが、特にバリトンを高音から低音まで幅広いレンジで激烈に演奏する独自の水奏は、 世界的に評価されており、ヨーロッパを代表するサクソフォンプレイヤーの一人。また、ラーシュ・グリーンにも影響を受けている。ロンドン教育大学を卒業後、マイケル・ギブス、デーブ・ホランド、ジョン・マクラフリン等と共演する。1966年、マイク・ウェストブルックのビッグバンドアルバムに参加後は、数多くのウェストブルックの作品に作曲と共に参加、崇高なソロ演奏は、 高い評価を得た。1968年、モントルージャズフェスティバルで最優秀ソロイスト賞を受賞した。自身の作品では1969年、アルバム、ハウメニークラウズキャンユーシー u で迫力のあるスリリングな水槽を披露した。1970年には、バール・フィリップス、スキュ・マーティンとアルバム、ザトリオを録音。 フリー奏法を基調とした作品を発表した。同年大阪万博のため、ヨーロッパジャズオールスターズの一員として来日した。1971年、ジョン・ウォーレントの共同名義作、テールズを無事アルゴンキンでは16人編成のバンドの各プレイヤーが激しいインプロビゼーションを繰り広げながらもストーリー性を感じさせる壮大なビッグバンドサウンドを展開した。 1970年代後半からは、ECM レコード専属にて録音し作品を残し続けている。1995年、二度目の来日。他の共演者は、スライドハンプトン、ケニー・クラーク、フランシー・ボラン、ジャック・ディ・ジョネット、チック・コリア、ミシェル・ポルタル、ケニー・ホイラー、トーマス・スタンコ、ミロス・ラフ・ビトウス、スタントレーシー等が挙げられる。ポール・ブレイ・グラハム。 コリア・クリスティーン・コリスター・マイケル・ギブス・スパー・ハスビー、アレクシス・コーナー・カーリン・クローグ・クリス・マクレガー・ジョン、マクラ・フリン・エス・オー・エス・ウィズ・マイク・オズ・ボーン&、アランス・スキドモア・バール・フィリップス・ジョン・ポッター・コリン・タウンズ、ミロス・ラフ・ビトース・マイク・オエスト・ブルック・その他。ありがとうございます。